いいわね。なるほど。頑張りましょう。君たちのおかげで町の危機は去った。改めて礼を言わせてくれ。バード、本当に助かったよ。俺が離れてる間に店の壁穴を塞いでくれたんだってな。君の奥さんに頼まれたんだ。あの店がないと町のみんなも困るだろう。けど、なんだって警備隊長がそこまで。私にできることなら協力したいと思ってね。雑用もなるべく請け負っているんだ。もちろんこんな穏やかな作業ばかりじゃねえが。うんだよ、そっちが先にぶつかってきたんじゃねえか。おめえの耳がでけえからだよ、ルサントが。ちょっと様子を見てくる。お前たち、いい加減にしないか。すまない、町の英雄に見苦しいところを見せてしまった。それより大丈夫か？そんなにやわじゃないさ。ただこのところをしょっちゅうで、住民同士の喧嘩や些細な見境、町のみんなも不安なんだ。それで君に相談したかったんだ。君と君の仲間たちのことを知りたい。種族も立場もみんな違うはずだろ。なのに灰ざめですら仲間に加えてみせた。バラバラなみんなを一つにする術、それは一体何だ？同じ理想を持つことだ。君らしい答えだ。その理想が仲間を引きつけた。そして指導者である君についていこうと。そうか、本当に必要なのは皆が認めた指導者、そして民自らの意思で町を治める新しい仕組みだ。いい考えだと思うよ。君がそう言ってくれるなら心強い。ありがとう、親身になってくれて。よければ今後も相談に乗ってくれないか。君の助言を取り入れればこの町はもっと良くなる気がするんだ。そういうことなら喜んで。おお、助かる、ありがとう。君の力を借りながらもっと住みよい町にしてみせる。実直なる警備隊長バード、彼こそ軍師の美徳を心に宿す者。彼との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。君たちが救った町は私が守る。
また来てくれると嬉しい。良い報告ができるよう力を尽くせよ。どうする？なるほど、興味深い。これはね、いいか？頼んだ。もちろん。なるほど。この技があれば。次は、じゃあ、
こうしよう。神王が決する日にまた一日近づく。そういや、ここ。
て。
ちょっとね。確かね。聞いてくれ。神王が決する日にまた一日近づく。さて、さて、さあ、さて、暇か？そういえば。いいか！ローダンテ！
おのれ。おっと。待ってくれ。君。実は じゃない？
よし。説得力。それは。神王が決する日にまた一日近づく。ねえ、それじゃあ。
おい、大丈夫。新たな力を。約束だよ。
ほど。さて、神王が決する日にまた一日近づく。さて、さて行こう。
お前か。本当は あのさ、それは
重要な依頼だ。よし。戻ろう。Thank you.
新王が決する日にまた一日近づく。どうも。それなら